やっほー、阿部かや子です。じゃん。さあ今回は一緒に私と飲みませんかという企画です。またまたゆるゆるお酒企画です。今回はね、おつまみはまあこんな感じで、唐揚げがいい匂いしてるからもう始めていいですか？ボールです、今日は。よいしょ。多い？あ、いいくらい？炭酸はいつもこうレモンが入ってるやつ。はい。できました、ハイボール。乾杯。見える？乾杯。いただきます。いただきます。うまい。なんか YouTube 始めてから結構、まあちょっと経ったかな、なんか自分でもうびっくりするぐらい登録者数が増えてて、本当もうありがとうございますっていう感じ。本当に嬉しい。なんかびっくりしてます。今日もお仕事してきたんですよ。やっぱ仕事終わりのハイボールは最高。染み渡るよね。飲んでますか？私は週に、平日はね、金曜日の夜しか基本的に飲まないんですけど、なんか今日はでもみんなと一緒に飲みたいからタメ口で話すね。なんかあれだよね、敬語だとなんかちょっと遠い感じがしちゃう。私より年上の人はごめんなさい。もうさっきからめちゃくちゃいい匂いするから唐揚げ食べちゃう。私揚げ物がめちゃくちゃ好きなの。いただきます。うん、うん、うんうん。減りが早い。お酒飲むぞって決まってる日はさ、あえて喉を乾かして帰るんですよ。でさらにお風呂とか入っちゃって、もう極限状態で浸透させるみたいな。大丈夫かなこれ。私ね、結構お酒飲み始めて酔ってからっていうか、いい感じになってからが長い感じ。弱くはないと思う。何でも飲むし、基本的になんか焼酎とか日本酒とかワインとか何でも飲む。好き。うちの母はね、一滴も飲む。本当になんか梅酒に入ってた氷を食べるだけで真っ赤になっちゃうくらいお酒全然ダメなんですけど、父はね、酔ってるのをね、まあ最近な、ちょっとな、年取って、まあちょっと、あ、酔ってんなパパって思うことはあるけど、まあ、本当に私が一緒にお酒飲めるようになる前まではあんま酔ってるなっていう父をね、見たことないくらい、お酒は結構強い父だったから、完全にその血を受け継いでる感じかな。みんな何飲んでるかコメント欄に書いてね。YouTube は最終的に、最終的にって言っちゃなんなんだけど、あわよくば10万登録者数くらいいけたらいいなって思う。あれが欲しい、あの盾が欲しい。まあ10万人と言わずって思うけど、まず10万人を目指したい。なんかこの間あれだね、交換メイクの時に高木ゆりなと一緒にお酒飲んで交換メイクしたんだけど、ゆりなともほんとよく飲み行くんですけど、まあコロナ禍だからあれだけど、そういう子飲み行ってて仲いいんですよね。それまだ見てない方見てね。なんかコロナ明けたら、まあ、ゆりなとかもそうだし、ブルーミーのみんなとも飲み行きたいし、いろんな人と飲み行きたい。とにかくなんかお外で
みんなでワイワイ飲める日がまた戻ってきたらいいなと思うわけですよ。最近に始まったことじゃないんだけど、家で竹脇まりなさんの YouTube 見ながらタクトレしたりとかもしてるんですけど、インスタとかも見てるんですけど、なんか本当に心が綺麗なんだろうなって勝手に思ってて、なんかいつかお会いできたらいいなとか思ってます。まりなさんいつも見てます。めちゃくちゃしんどいんですけどね、トレーニング自体は。けどなんかやっぱ可愛いから頑張れる。可愛い人がテレビで一緒に頑張ってくれてるから頑張れるっていう感じ。足そう。なんか私飲み始めたら結構ビール飲み始めたら長くビールとか、ハイボール飲み始めたら長くハイボールとかっていうタイプで、最初の一杯だけビールとか最初の一杯だけハイボールってあんましないんですよ。なぜなら次に行ったり取りに行ったりするのがめんどくさい。な、濃い、さっきより濃い。なんか本当に面倒なことが嫌いなんよな。いちいちお酒をなんか取りに行くとかがな、もう一回座ったらもう立てなくなる。あ、美味しい。なんかちょっとリアルな話すると、私結構お豆腐メンタルなんですよ。だからなんか結構すぐ傷ついちゃうから、コメントとか本当もう手柔らかにお願いしますっていう感じ。いつもなんか読みながら、ありませんように、ありませんように、そういうコメントがありませんようにみたいな感じで見てて、でもすごくみんなあったかいコメントありがとうございます。本当になんかね、いつもね安心する、よかったみたいな、なかった。強そう、どうなん、強そうに見えるかな。なんかあんま何も気にしなそうとかはね、確かに言われる。結構気にするよ、お見知りおきよ。今書こうとしたでしょ、なんかそういうのやめてよね、傷ついちゃうから。あのさ、そういえばさ、この間ワンちゃんとの YouTube、 ドッグカフェの YouTube 上げたんですよ。めちゃくちゃ癒された、あの撮影。あの撮影ね、今までの YouTube の中で正直一番楽しかった。もう私利私欲の塊みたいな。ただやりたいことを YouTube でやらせてもらっただけみたいな。あれは本当に可愛かった。もう一回行きたい。今度は猫カフェじゃないかな。飲んでますか。はい、ちょっと一杯目より濃い気がする。え、でもなんか赤くなってるね。赤くなってるわ。赤くなるのも結構早い。ほんとね、 YouTube ね、10万人とかいったらすごいよね。あ、いつも逆なんよな。なんかもみんなに男女問わず年齢問わず楽しんでもらえる YouTube っていうか、なんかこうかやちゃんってこういう感じなんだな普段みたいなのを知ってもらえる YouTube になったらいいなと思ってて、今日とかね。お酒飲むとこういう感じなんだなみたいなふうに思ってもらえる YouTube、 あんまりさ、そのなんか近く感じてもらえたらいいなって思ってるけど、なかなか会ったりとかもできないし、イベントとかもなかなかないから、もし遠く感じてる人がいるならそれはちょっと悲しいなって思うからね、そう、近いなって思ってもらえたらいいなと思います。ちょっと酔っ払ってきたから、なんかしかも語り始めちゃったしね。酔っ払ってきたから、ちょっとこの辺でもうちょっと飲みすぎちゃうので閉めます。みんなありがとう、見てくれて、一緒に飲んでくれてたら本当に嬉しい。
またやりたいこの企画。なんか私も自分で喋る予定じゃなかったこととかも喋り始めちゃうからこの企画はまたやりたいなと思います。楽しんでもらえてたらいいなって思います。なんかいろいろ私がさっき動画内で質問とか気になったこととかもあったので、またコメントしてもらえたら嬉しいです。あとグッドボタンとチャンネル登録もよろしくお願いします。見てくれてありがとうございました。また次の動画もお楽しみに。バイバーイ。